愛媛伝、新しい時代を作る一人になる。今日の星予報、愛媛です。この番組は毎朝7時から日々の星予報とこれからの新しい時代、水瓶座の時代に向けてのヒントをお届けする番組です。10月28日土曜日、皆さんおはようございます。今日は週末ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は、いつものように週末は佐田岬の方に来ています。今日初めて聞いた方はですね、佐田岬っていうね、あまり聞いたことのない、もしかしたら地名かもしれません。佐田岬半島って言いまして、四国の最西端、一番西の端ですね。目の前は大分県になるんですけれども、その佐田岬半島っていうところにね、週末は、来ております。今週はですね、みかん園に行ったり、名取という地域で、月に1回ね、名取カフェっていうのをしているんですけれども、今日は、その名取カフェがね、ある日で、ちょうどね、満月 にこうぴったりの、最初満月カフェっていうので始めたんですよね。でまあ満月、いつも満月っていうわけではないんですけれども、今回はね、ちょうど、まあ、明日の朝、5時ですかねに満月が、あるので、本当にまさに満月カフェ、が、今日ありまして、それに行ってきます。さて、今日の気になるニュースっていうのが、これといってですね、探したんですけど、なかなかこうピンとくるものがなくて、なので今日は、この新しい時代のこの水瓶座のワードからですね、今のこの世の中に合う、このキーワードで少しお話ししたいなっていうふうに思うんですけれども、まあ、今ね、すごくウクライナの問題もそうだし、今回のハマスの問題もそうだし、本当にこうのね、あってはいけないこの戦争っていうものが、起きているわけなんですけれども、この水瓶座に向けて私たちがもう一度考えないといけないことの一つが、なんかこう今の問題にも重なるんですけど、正義っていうことについて考えないといけないんじゃないかなっていうふうに、思うんですよ。で、正義っていう言葉だけだと、本当にこう今の起きていることっていうのは、何が正義なのかっていう、すごくそのなんていうかな、この今までのこの時代ですよね、今までの時代で私自身もすごくずっと思ってきた、考えてきたことがこの正義という、言葉なんですよね。で、正義っていう言葉をこう聞くと、なんか多分その自分にとっての正義とはっていうのはすぐ出てくると思うんですよ。でも今まさに起きているこの問題で、その正義と正義の戦いみたいな感じなんですよね。で、その結局その正義の意味が違うっていうか、正義の捉え方が違うというか、お互い自分は正義だと思ってるんですよね。で、自分にとっての正義の戦いなんですよね。それとこう大きな力と小さな力、そのもともと持っている例えば権力だったりお金だったり、そういうその今までの時代っていうのは、こう権力を持ったりお金をたくさん持ったりしている人がの正義が
勝ってたんじゃないかなと思うんですよね。で結局その弱い人たちの正義はこう届かなかったし、負けてきたんじゃないかなと思うんですよね。なので今起きていることっていうのは、私はそういうこう力の弱い、権力を持ってない人と権力を持っている人のこの正義の戦いみたいな、何かそういうこう図式というかね、こう今までの時代のこのこう総決算っていうかね、そんな感じがすごいこう毎日のニュースを見ていて、すごく思っているんですよね。なので私たちは今起きていることをやっぱりこう水瓶座的にこう全体で捉えて、この正義っていうのはどれが正しいというか、そのどうしたら本当はお互いが良くなるのかっていう、その正義と正義のぶつかり合いではなくて、何をすることがみんなが幸せになれるのかっていうことを、この状況を見ながら一人一人がこうどっちがどっちの味方につくとか、もちろんその気持ち的にはあるんですよ、気持ち的には私もあるんですけど、なんかその考えるこうきっかけというか、その単純にその戦いの中に自分の感情をこう入れてしまわないで、今起きていることのもっと本質的な意味っていうのを考えていくと、これからの新しい時代にどういうふうに何が必要なのかっていうのが見えてくるんじゃないかなと思うんですよね。なのでこの戦いっていうのは、何この人間の持っている差がというか、その人間の持っているその悪いところがこう前面に出ているので、なかなか終わらないと思うんですよね。その引き際みたいなのが、なんかどちらも引かないみたいなところがすごくあるので、多分かなりねこう続くんじゃないかなと思うんですけど、でも私たちは本当にこれを通してこう考えないといけないことっていうのは、もっともっと本質的なことなんじゃないかなと思うんですよね。なのでこれからの時代にもう二度とこういうことが起きないためにも、私たちはこの正義について、考えていく必要があるんじゃないかなっていうふうに毎日思っていますなので皆さんもね、そういうこう目線で、少し、考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日の星予報ということで、今日は、木星と火星が180度になります。そして月はおひつじ座でドラゴンヘッドと重なって、そして明日の朝はね、もう月はおうし座に抜けて満月が、月食が起きるという、まあ、そういうエネルギーになっています。木星と火星が180度っていうのは結構激しいエネルギーでして、この木星の自分が成功することとか、自分が豊かになりたいと思う気持ちとか、自分が安心したいと思うことに執着しすぎる、傾向が、あります。なのでこう木星のエネルギーを低く使うと、そこにどうしてもこう持っているものに執着するっていう、まあ、そういうエネルギーになるんですけれども、そこに反対側の火星がですね、手放しの何かエネルギーを、起こしてくる
ていう、まあ、そういう激しい180度のエネルギーが今日のエネルギーなんじゃないかなと思います。なので何か自分の豊かさを奪われそうになるような出来事が起きたり、こうパートナーとかね、何かこう意見が違って今の自分の豊かさを手放したくないけれども、どんどん苦しい思いをするしてしまうような出来事が起きたりとか、まあ、そういうことがしやすい時だと思うんですよ。なのでそういう こういうエネルギーの時は、もしそんなことが起きたら、もう手放す、執着を手放すっていうところが、一番いいんじゃないかなと思うんですよ。でちょうどこのままのエネルギーで満月が来るので、まあ、今回の満月はね、このエネルギーを持ったままの満月になると思います。なのでもし何か苦しい思いをしている人がいたら、この執着を外すっていうのが一つの、テーマかなっていうふうに思います。でこのこれから先にね、この持っていけないものが今いろいろ問題になっているっていう自分の中でもね、なので、執着を手放すっていうことをね、意識していただけたらいいんじゃないかなと思います。そして月がですね、ドラゴンヘッドに重なります。なので自分らしくいたいという気持ちがね、普段よりも、出てくるんじゃないかなと思います。なのでこの自分らしく生きたいという気持ちのエネルギーを生かして、この古くても必要なくなったご縁とかね、必要なくなったものっていうのは手放していくっていう、この満月に、そのまま、このエネルギーがつながっていくんじゃないかなと思います。なので明日の朝のね、5時24分が満月です。今日の夜はお天気が良ければ綺麗な満月になる寸前のね、月が見れるんじゃないかなと思いますので、こう月を見ながらですね、自分のね中にある、執着をね手放したり、嫌なものをこの満月で、手放しと満月と一緒に手放していっていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、それでは、今日と明日ねお休みの方も多いかなと思います。楽しいね、素敵な週末をお過ごしください。それでは、今日お仕事の方はいってらっしゃい。